不定期なのに人気コーナー、タクオのツボ。さあ、ここからはユーストリームでもお届けします、タクオのツボです。あれやってみてください、はい、おこれ何でしたっけ、ランニングマン、ランニング更新してる、あの足上げしてるだけですよ。多分このこうちょっとずらさないといけない、こう足をこう引っ張るんですよ。こうやってみろ、君が君がやってみろ。私ちょっとノリだからね、今日あんまり突っかけてくな、会社に会社に突っかけて、会社に置いてる突っかけだったんで、突っかけても困るな、うん、ちょっとでもいいよ、まあ、後で来週は上手になってますので後で指導しましょう、はい、さあ、野口と突っかけの三坂がお送りするですね、突っかけの三坂でお送りする野口と突っかけの三坂でお送りするタグのツボでございますけれどもね、はい、はい、今日もツボおっしゃったものをご紹介します。汗がドゥルンドゥルンさんからいただいてます。私は以前当選した青蝶の毛を結婚式などの大切な日や大事な勝負の日に使おうと大切にしまっているんです。あら、立派な方ね。来るかな、そういう人。なのに主人が勝手にウォーキングに持っていきます。これ以上大事な蝶の毛を主人の汗まみれにしたくありません。主人用のマゼンダ蝶の毛をいただけませんかと。これはどうなんでしょうかね、今日はね、当たりますかね。高根の高子さん、今週のテーマは車ですね。ということは今週のプレゼントはタクちゃんも乗ってるでおなじみのベンツですか。いや、俺ベンツ乗ってないです。それともパンツですか。いや、パンツもあげないです。まだウニお願いしたら買ってくれますかね。どっちが欲しいのか、ベンツパンツベンツでしょ。ベンツなのこれ。パンツかな。パンツならまだ俺も話ができますけどね。よかったらユッキーさんです。タクちゃん、美坂さん、こんにちは。ところで子供の頃こんな夢見ませんでしたか。空飛ぶ車が欲しいなんて思いませんでしたか。あ、車が空を飛べばな、うん、幼いですが自分は今もこんなことを思ってしまうんです。それでこれを友達に言うと、お前は保育園生かと言われるのです。みんな思わないのかな、最近の人はクールですね。いくつですか。15歳です。15歳のユッキーが最近の人はクールですよねって言ってますね。だから友達の例えが保育園生かなんですよね。ねえ、ただずっと、ね、15歳、15年で人生の何が分かったかという話でもありますよね。ルーラーピップさんからいただいてます。プロレスファンのアオタクリスナーさんだったらふむふむと思い出すのでは。なかなかふむふむということもございませんけどもね。トラハンターで名高い小林邦明さん、あのタイガー、初代タイガーマスクのですねライバルと言われたトラハンター小林邦明さん、巡業中の移動でブルートレインを使用した際に鬼軍曹の山本小鉄さんからプロレスラーの凄みを見せつけてみろと言われて、ブルートレインの食堂車のメニューを全て食らい尽くしたそうです。食い尽くしたと、うん、はい、うん、もうお前プロレスラーなんだから全部食えと。つい最近発売された雑誌では小林さんは最後は本当に苦しかった、でも山本さんは怖いし新日本プロレスとしてのメンツは守ったと言っていましたよと。プロレスラーも怖い、尽くしたんですよね、うん、どれぐらいのメニューがあるか分かんないですけど、でも結構あるんじゃないです。しかも山本小鉄さんって、まあ、もうこの時はほぼ引退する形なんですけど、めちゃめちゃ怖かったらしくて、後に平成の格闘王と言われた前田明さんがですね、はい、まだ新弟子時代に、はい、もうイケイケなんですよ前田明。その前田明さんをしても山本小鉄さんのキャデラックのエンジン音が道場の前でしたら、もう震え上がったと。今から何が始まるんだというですね。しかも山本小鉄さん結構競馬をされてらっしゃって、調子が悪い時はかなり練習がハードになったっていうんですね。かわいそう。かわいそう。はい。さあ、ここからはですね、けだなのコーナーでございます。下けだなを応援するコーナー。まずはですね、ラジオネームマッハ555ことジョンのれんさんからいただいております。昨日まで家族と一緒に鹿児島へ旅行してきましたよと。この方は三重県の方です。三重から。昨日まで家族と一緒に鹿児島へ旅行してきました。両親が桜島とかもいいけれども他の有名地も行ってみたいと。空港に着くとエアポートリムジン、けだな観光コースがいたので本当青田区で最近話題のけだなを観光することにしました。はあ、これが聖なる川、阿部木川か。まあ、聖なる川って言ってるのは地元の方ばっかりみたいですけど、けだなの名所であるけだなバス停、南国交通けだな車庫、太陽けだな店などけだなの 名所を車窓から観光することができました。でもそんなコースは多分ないと思う。けだな観光コースはエアボードリブジンでは出てないと思うんですね。
いやエアポートのリムジンコースに毛棚が組み込まれるとは本当に毛棚は盛り上がっているんですね。いや毛棚はいいところですけど、そのバスのコースには組み込まれてないと思います。ありがとうございました。ご両親は喜ばれたでしょうか。下毛棚町内会非公認キャラクターの毛棚しなしーからいただいております。明日下毛棚棒踊り保存会の一日旅行なしよ。霧島方面へ大型バスを借りていくなしよ。何しろ見たかな、シワが増えたと思って指の。つっかけだけじゃ飽き足らず、つっかけできたかと思えば本番中にシワを数え。だってここにシワができるって珍しくないですか。毛だなしさんのこの文章はどうなるんだ。それ終わって笑いにしてくれよ。と思ってびっくりしたところでした。いやじゃあ謝ってください。後で相談に乗ってください。あ、まあ、もう私はエステさんじゃないからそんなことは分かりませんよ。エステさんじゃない、私はね、親指の第一関節こんなところにどれどれ、ほら本当だ、ほらそれね、そこね、そこね、仏眼地ってね、仏様のねご縁がある人はね、ここがね目があるんだよ、ほらほら。あるの自慢したかったんですね。そうじゃなくて、なんね、ちょっと下毛棚の話をしてんのよ。仏眼の話とかいいわけよ、これ、はい、うん、どこまで。明日は下毛棚棒踊り保存会の一日旅行なしよ。霧島方面へ大型バスを借りていくなし。霧島の皆さん温かく迎えてくれなし、よろしくなし。毎年車内は後部座席を子どもたちが占拠して、うん、前の方の座席をトイレの近い年の者が陣取ります。真ん中をのんべいが居座る図式なしよといただいてました。天気はご祈祷済みで、うね神様にご祈祷済みで心配ないなしといただいてました。明日ですもんね、うん、明日晴れますね。けど念のためリンリン神様のミサカカッターで雨雲を切り裂いてほしいなし。リンリンお願いなしと。すいませんが雨雲にミサカナッターを、なったなたじゃないです、私が持ってるのは。みさかなった、みさかなったの方でなたでちょっと聞いてみさかなった持ってないです、ね、ごめんなさい、持ち合わせてなくて、はい、すいません。ということでなた持ち合わせてませんから気をつけてください。おりゆ気をつけろっていうのは。ほぼ本名中島くん、下毛棚を愛する東京の人でございます。今年も鹿児島県から例のものを払ってくださいと封書が届きました。そうです、こちらザザン自動車税納付通知書が届いたわけです。自動車税納付書が、はい、これを払えば県道16号線もきれいになり、故郷に錦を飾れそうです。これって毛棚の縫いに使われることはないんですか。あ、ないんですねといただいておりました。はい、全体的に使われます。県道16号線だけに使われることはございません。平等にね。イオナズン毛棚さんからいただいてます。こんにち毛棚石。はい、こんにち毛棚石。先週のドズバーよかったな。特に財津さんのコーナーが良かったです。財津さんは車も運転できるんですねといただいてます。してましたっけ、してたかな。でも元ポニメイさんでいらっしゃるから できますよね、うん、なんとも見ててドキが胸胸でした。温泉に使ってた財津さん、次は阿部木川で肩まで使ってくださいといただいてました。以上、あけぼの吉田店前からお伝えしましたといただいてました。ありがとうございます。はい、こんな写真も送っていただきました。こんな写真もですね、いつもの、はい、愛子さんですね、はい、愛子さんと原木椎茸を持った愛子さんですね。はい、ありがとうございます。葉っぱ文美さんからいただいてます。昨日職場の同僚が明日鹿屋バラ園に行くんですよ。ラジオの公開放送もあるしライブもあるしすごく楽しみと言っていたので、公開放送の一番前のど真ん中に遠で編んだ大きなロッキングチェアに座っているグッドロッキングガイを 2,3 人はべらした勇敢マダムがいるよ。お友達になったら居酒屋ロッキー寄贈と書かれた 5,000 万円相当の金塊がもらえるんだってよと教えてあげました。同僚は作り笑顔でそそくさと去っていきましたが、そうですね、きっと仕事が忙しかったんでしょうね。違う何を言ってるんだろうって。月曜日にマダムに会えたのか同僚に聞くのが楽しみですということでですね、はい、またドアラ先生の写真を送っていただきました。同僚はマダムに会いましたかね。少なくとも竹尾ちゃんと、岩さんに会ってほしいですね。はい、さあそれでは金の亡者、金の権限マダム、This is 格差社会から来てます。勇敢マダムから、私お金と時間を持て余す勇敢マダムでございますのよ。昨日の鹿児島四時は神回しだったわ。きな竹雄ちゃんが、竹雄ちゃんが、はいはい、オープニングから竹雄ちゃん祭り。でもせっかく番組で私に呼びかけていただいたのに、呼びかけてたんですが、ちょっと
メール出せなかったの残念。岡田さんと柳さんに悪いことしたわ。代わりに岡田さんと柳さんに謝っておいてくれる美坂さん。やだでも手ぶらじゃなんだからお詫びの印に、岡田さんには鹿の首の剥製と虎の毛皮の敷物を持って行ってね。柳さんにはこち亀全巻よ。絶対柳さん喜ばないじゃないですか。柳さん絶対こち亀全巻読まないと思う。絶対読まないですよ。こち亀。むしろせめて逆ですね。逆ですね。せめて逆ですね。逆の方がいいかもしれないですね。さて鹿児島4時内で放送しております竹雄の鹿児島全力旅、なんと明日5月17日の午前11時から30分番組として放送されるの。しかもこれまで放送したものを6週連続で。竹雄ちゃんの勇姿ぜひ見てちょうだいね。いやでも待って、竹雄ちゃんが不特定多数の好奇の目にさらされるかと思うと複雑。品のないオバタリアンが寄ってこないか心配だわ。あんたが一番品がないちゅうね。あんたが一番品がないちゅう、ということでいただいておりました。はい、マダムは、あら、そうですか。今日はバレエにもお出かけじゃなかったんですかね。あ、バレエにもいただいてます。あら、メッセージテーマのあなたが告白されたい場所、私はやっぱりかのやバラ園よね。綺麗なバラに囲まれて頬をバラ色に染めた竹雄ちゃんが差し出す100本のバラの花束、私が差し出す100万円の札束、二、うん、人で鳴らす愛の鐘、100万なんてはした金、マダム鹿児島生まれ大富豪育ち億万長者は大体友達って言ってたからですね。マダム鹿児島生まれ大富豪育ち億万長者は大体友達、友達リクエスト布施明、マダムはバラより美しい。ありがとうございました。どうだったでしょうか ね、 今日のね、竹雄ちゃんは、はい、ラジオネームゆうた先輩からいただいております。タクピーリンリンコンチクビ、オスが太いと書いてゆうたです。最近3歳になった娘がパパさん、パパパパお馬さんごっこしようよというので、パパのはごっこじゃないと答えました。キョトンとしていました。キッチンにいた嫁の顔がポッと赤くなりました。はい、ということで、もういいって声です。名前ゆうた、住所鹿児島県馬並市。誕生日4月。4月はね、ちょっと4月生まれなかったわ。星座ケンタロウ、ケンタウロス座、ケンタウロス座、ケンタウロスね。はい、もういいや、座右の銘とかいいわ。座右の銘とかいいわ。はい、ラジオネーム私は人ではない、タクピーリンリンコン。え、この人でしょ。この人だと思うんですよね。ゆうたくんもね。ですよね。最近新玉ねぎが美味しい季節になりましたね。新玉ねぎって10回言ってみてくださいっていいんですけど、いいです、いいです、はいはい。先週マダムが G カップと聞いて横で指折り数えていたリンリンが好きです。G カップ、いやいや私だけじゃないですよ、スタジオにいるみんなから聞いてました。 G カップと聞いて指折り数えたリンリンが好きです。すいません。でも下ネタはもっと好き、下ネタ大好き、私は人ではないです。テーマの車といえば 1,2,3 行ですね。もう 3行えげつない下ネタが来て、バッテリーはビンビンだぜといただいておりました。はい、あとは、はい、あとラジオネーム肩車はチンチンカッカという方からもいただいておりました。もういや、その通りですよね。ですよね。はい、もうこの方はラジオネームだけでございます。ということで、はい、以上不定期の人気コーナータックオのツボでした。